ナイス玉。仲間からのナイスを集めて、それを玉に変えて相手に放す。じゃあ仲間のいないぼっち大学生はどうしたらいいの？はい、どうも滝でございます。今回もスプラトゥーン3やっていこうと思うんですけれども、ぼっち大学生が打つナイス玉、味方はナイスを押してくれるのかということでやっていこうと思います。さあ、まあ、とりあえずね、まずはナイス玉を貯めます。いや別にナイス玉だけを貯めるわけじゃないんだけど、まあさすがにね、戦いはするんだけど基本的にナイス玉をいっぱい打って戦うみたいなことをしていきたい。さあ、そしててかこのステージに意外とそう結構狭、あんま広くないからさ、まあ、中央が結構ナイス玉を打ったら結構相手引いてく来てくれたりするんじゃないかなと思いつつ、でも相手にもいるわ、ナイス玉、ナイス相手にもいるわ。でも全体的に広いね、でもこのステージ。あ、打ち役になっちゃった、どうしよう。こんにちは、なんでこんにちは、どうするんだよ、ナイス玉だ、こんな時にこそナイス玉。はい、ここです。やれなかったわ。さあ、どうしましょうね、これは非常に厄介なところ。頑張れ味方、どんまいそういう日もある。さあ、とはいえうちが一生ここでヘイト稼いでいればいいのか。おーおーおお、降りてくるか、降りてこない。さあ、まあ、なあくまでもねガチャサイですからね、ルール関与はしっかりとしていきたいところ。とはいえ弓がいるのがなかなか厄介ですね。どうね、弓のやべ、完全にかぶってたな。まあ投げてやれないか、さすがに。さあ、スプリンクラー投げたりしてあげて、味方のスクイックはようやってくれますね。おお、なんかいる、こんにちは、どうも滝です。ぼっち大学生、ぼっち大学生です。多分、まあ見てないけど、どうせ味方ナイス押してくれてません。あー、ナイス、カバーは入れてくれると。なるほど、いい味方ですね。ナイス押さなくてもカバーは入れてくれるんでね、いい味方ですよ、さすがです。そうそう、カバーを入れてくれれば極論いいなのかもしれんでもカバー入れてくれるぐらいだったらまだ仲間じゃなくて知り合いですね。はい、何言ってんだ、うちが一番偉いみたいな言い方をするんじゃないよというわけなんで、とりあえずねナイス玉をぶち打っていこうと思います。どうしようかな、どうしようかな、ここかな、ここな。さあ、そしてクーゲルが降りた。さあ、どうしましょう。クーゲル降りたけど、やってあげたい、やってあげたいよ。あ、やれんかった。さあ、どうしましょう。うちがなんか対面に一回も勝ってないけど、ここからどのようにして打開をしていくんだろうか。みじんも当たんねえ、うちの球。なんかいっぱい、なんかいっぱい、なんかいっぱい、なんかいっぱい。え、やめてよ、うちにこんなやめてよ、うちにこんな切りさせんの。ナイス球じゃないんだから。やっぱぼっちってこと、うちは。やっぱりうちはぼっち大学生ってこと、キモタってこと、お前ら。じゃあいいよ、うちナイス球を打ちますよ。これで味方がくれるかどうか。あ、押してない、まさかの押してません、押してないというね、ことで。対戦ありがとうございます。とりあえず弓帰らせた。え、押してなかったよね今、優先。おい味方、押してくれよ、ナイスは、ナイスは押してくれよ、ナイス押さないと悲しいナイス押さないと悲しい、うち普通に悲しい。だってうちがなんか清楚系 JK だったら入れた、あのナイス押したでしょお前ら、うちだから押さないんだお前ら、許せねえよ、許せねえ、うちだから押さないんだナイス、許せねえ許せねえ許せねえから、許せねえから、こいつもワコンワコンワコン、あ、人生ワコン、人生ワコン人生ワコンです、人生ワコン、もう許せない許せない許さない許さない、人生ワコンだから、もうお前らの、お前らこれが現実だよ、お前らなんかよ、うちに、うちにナイスなんか誰も押してくれないんだ、シュンシュン、うちにナイスさんが誰もしてくれないんだよーんだねよーんだねよーんだねよーんだ、うちはもう一生球投げ続けるわ、もうそんなんだったらよ、もう悲しいよ、うちはどうして、どうしてそんな、どうしてそんな、そんなうち悪いことしてないのに、そんな悪いことした、したかもしんない前科あり、もしかしてうち、うん、悪いことしないよ、うちな、あな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 あ、あーなんか人殺したわ、人殺したくらいしかしてないじゃん、うち人はまあいいだろうどうしましょうねこれ、
これどこに打つかで割と試合動く気がするけど、え、なんで？なんで？なんで？おかしくない？あ、味方消えた。ほらだからそんなにうちにナイス押したくない、マジでおかしいって。おかん神乱数なんだが、おかしくない、そんなにうちに、そんなにうちに、そんなにうちに、やだか、そんなに、そんなにうちにナイス押したくない。回線落とすくらい、マジで言ってる、そんなに回線落とすくらいうちにナイス押したくないんですか味方ねえ。そんな、そんなに嫌だ、そんなに嫌ですか、そんなに嫌だ。うち泣くけど、うち泣くけど、お前らのためだったら泣くけど。やべ、あ、ワコーン。まあでもさすがにこれは相手間に合わなそうですね。はい、ナイス。はい、勝ったんですけど味方がうちのこと嫌すぎて回線落とすくらいだということがちょっと分かってしまって、非常に私、泣きそうになっております。やっぱりもっと可愛いこと組みたかったとかなんですかね。ちょ、許せないわ、もう許せない、もうこのゲームいたしようかな。もう現実も変わらねえよ、現実もこのゲームも変わんねえ。オワコン。はい、2試合目頑張りまーす。ぼっち大学生ということで、いや今度こそね、もう今度新しい仲間連れてきました。新しい仲間なのか、本当にまず仲間かという審議から始めなきゃいけない。まず味方がこのナイス様にナイスを押してくるか、なんか落ちてったけど、なん大丈夫大丈夫大丈夫、どうした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 、あでも押してくれてる、押してくれてるよ、ねえ見た、ねえみんな見た、押してくれてるよ、ねえ押してくれてるよ。うちぼっち大学生じゃないよ、友達が少ない大学生だよこれだと。ついにぼっち大学生脱却ですか、これは神ですか。おっと危ないね、そんなんじゃねえうちには捉えられないよ。ナイス味方、しっかりとヘイト稼ぎからのということでやってくれてる。そんな、こんにちは。味方強くてやることがないやつですかこれは。あでもなんかうちの木に入ったわ、いけー、うおーうおー。まあとはいえ落ち着かないとですね、さすがにここは、ここさあどうしよう、こっち来るかな、まあいいや入れちゃおう、わかんねえから。え、なんか後ろいたんだけど、怖すぎだろ、怖すぎだろ、通り、まあ通りますやんそれも。さあどうしましょう、アサリ集めつつ味方が入れてくれつつですね。あーいい許しですね、非常にいい許し、もうこの許し100点当てきたい。あー当たってる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 、はい無理でした、さすがに無理でした。おっとどうしよう、さあこっから、さあ戻っちゃったバリアー、そこにいるんですよ。あー待って、シュン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 、カニ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 、まずいですよ、ちょっと前線が下がってしまった、これ非常にまずい、非常に良くない流れ来ている。さあそんな時にナイス様、今ではこのナイス様が税込み1845円、そしてこいつを殺す、こいつも殺す、 OK、 いや強え強え、それはただプロモデラーが強え、こうやってバシャバシャしてるだけでいいのが結局この武器の強みですからね。まあそんなのどうでもいいんですけど、うちはぼっち大学生なんで。いやそう、もうぼっち大学生じゃない、うちは友達が少ない大学生だ。これでね、もううちはこのこいつらを一生盟友として育て上げていきたい、育て上げていきたい。あーギリナイス。さあどうしましょうか。おっと、はい、ウルショウめえうまい、今のウルショウさすがすぎない。あーマジか、普通にまさか突進してくると、いやー味方立体優秀、そして入れてくれると、うちは何もしてない、うちは何もしてないんで、リスにこもってエナイ様を貯めると。さあもうこれが本当に日本の縮図です。こうやってね、働く若者、働く若者というか、まあ働く世代がね、あのニートたちをね支えていくんですよ、わかりますか、そういうことなんですね考えていること同じということで、さすがに引いていきますか、ローラーとか来ちゃったんで。さあとはいえ、あなんかいますね、あなんナイスですね、非常にナイスです。さあいるよーいるよー、来やがれ来やがれ来やが、おっと危ない、危ないですよ危ないですよ、あ強すぎ当てた感覚なかったんだけど今の、はいそこ強い、いやナイスは普通に強いからな、結局スペシャル的には非常に優秀ですからね。ただ友達の力が必要ってだけで、オンラインプレイ必須ってことですか。一応スパッタリーに射程勝ってるんで、スプリンクラーで嫌がらせしつつね行くんですけど、どうしましょう。いやこれ右から行きます、あなんかアサリあるけどどうする。いやーせっかくだしナイスさんは止めたいよね、ナイスさん。おーなんかえぐいの、えぐいえぐいえぐいな、あーなんかいるっぽいね、どうしようあれどうしようあれ、よいしょ、あーカニか、カニだったか、
おっと危ない。さあどうしよう。あれカモンとは言っているけど、一回ちょっとここ潜伏決める。潜伏決ます。ちょ、アサリ出ないかな。 あんなところにいいアサリがあるじゃないの。結構相手出てこねえな前線から。あ、ナイス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 。いけ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 、おらさよなら、逃げまーす。逃げるんだよーい。あはは、まあさすがにダメだった。まあでもこれカウント進むからな、こんなんでもいいんだわ。普通に味方の前線維持力が高すぎて、うちが何してもなんかどうにかなる。やっぱうちニート、やっぱ不労所得、これが不労所得ですか。これカニですね。ちょっとあれは守ってあげたいところではある。あんまりね立体には無理してほしくないので。よいしょ。うおー、うわー、何にもしてないやないかー。あいつ危ない危ない危ない。うおー、ワイプアウト、ワイプアウト強すぎる。押し打ちはここでナイスさんいる。ほら、よいしょ、はい、これで相手はできること終わり。怖い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 。一回ね、一回引いていきます。でもこれさすがに勝ちじゃない。延長する。あ、ナイスです。いやちょっとこの味方はさすがに偉かったな。偉かったというか、うちのお友達ですね。もうお友達になろうかな。お友達になってくれるかな。これでうちもしかしてぼっち大学生、ぼっち大学生じゃなくなるんじゃないか。友達が少ない大学生くらいには。待って、こいつはチーム組んどる、チーム組んどるやん。もうグループが出来上がってたってこと。これ名前的に絶対一緒にやってるやん。グループ組んでるってこと。もうグループ組まれてるってこと、うちが来る前に。やっぱうちはぼっち大学生なんですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、結局これが人生。はい、人生つまらん。あー、終わり終わり終わり。というわけなんで、皆さんも、大学生デビューには失敗しないようにしましょう。頑張ろう。それではまたね、会いましょう。バイバーイ。